やすみょの旅車です。どうぞよろしくお願いします。キャブコン、バスコンと乗り継いで、今はフィアットデュカとローラーチーム、リビングストーン K3 に乗っています。キャンピングカー所有経験を生かした快適化を、時には旅動画も交えながら紹介させていただきますので、興味を持っていただけましたら、チャンネル登録と合わせて高評価もよろしくお願いします。それではどうぞ。今日は2月11日建国記念の日。今いる場所は北海道の洞爺湖温泉。例年2月に開催の洞爺湖温泉冬祭りが中止になったので、2月4日から2月13日の10日間限定で洞爺湖温泉冬花火2022が打ち上げられるとの情報でやってきました。花火会場への途中道、イルミネーショントンネルをくぐっていきます。結構人で混み合っていたので、空いた頃合いで撮影しました。イルミネーショントンネルの開催期間は11月から3月31日まで。おおよそ40万この電飾が全長70メートルを鮮やかに輝き、まるで冬の星空の中を歩いているかのような幻想的な雰囲気で、ちょっぴり一人歩きがもったいない気持ちになります。それでは音楽と花火のエンターテインメントショー、洞爺湖温泉冬花火の開催です。
中山峠スキー場は札幌から車で約60分、標高830メートルの中山峠に位置し、シーズンインの速さと春スキーの長さが特徴。初滑りシーズンは昨年11月28日から12月5日ですでに終了しており、現在は閉鎖されています。春スキーに関しては4月1日から5月8日を予定しているそうです。なお営業時間は9時から16時までで、ナイター滑走はできません。詳しくは関係施設にお問い合わせください。トラクションコントロール TCS とは、電子制御による左右駆動輪の回転差をエンジン出力やブレーキシステムを調整して横滑りを防止するシステムです。デュカとの疑問の T ボタンはトラクションプラス。デュカとは安全電子制御システムが複雑に絡み合っていて、ESC 電子安定制御が総合的ノンスリップ等をサポートしています。よって通常はこの T ボタンは押さないでください。車種によって ASR オフスイッチとなっており、これと同等です。参考までにオーナーハンドブック88ページの記載を翻訳しました。スノーチェーンで雪道を走行する場合は、トラクションプラスをオンにして ASR 機能を解除することができます。また、89ページの警告メッセージでは、左右の車輪の不均衡な路面のみ使用してください、と書いてあります。私個人としては、冬は積極的に使用しています。ただし発進停止を繰り返す市内走行や雪深い道が主にです。ボタンのオフを忘れても 50km 毎時でオフ、 30km 毎時でサイドオンは自動に作動しますので安心です。以上のように回答させていただきました。参考にしていただければ何よりです。まだまだ終わりません。引き続き危ない男料理も見てね。
最後までご覧いただきありがとうございます。キャンピングカーの経験を生かした動画をこれからも配信いたします。今回の動画で興味をお持ちいただけましたら高評価をお願いします。それとまだチャンネル登録がお済みでない方は登録もお忘れなくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。